こんにちは、池田しおりです。今日は紐を使ったアレンジをやっていきます。最近、コロナだったり花粉とかでマスクをされる方増えてると思うんですけど、マスクをして髪をくくる、普通にくくるってなるよりもちょっと紐を使って可愛くアレンジした方がおしゃれ度も増すと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは動画スタート。ホリスティックキュアの 26mm を使います。毛先全体を外羽に巻いていきます。こんな感じで全体を巻いていきます。全体的にこんな感じでカールがついていたら OK です。ベイビーヘアオイルを使います。3滴出します。全体的にオイルをなじませます。このぐらいの位置で一つにまとめます。ほくれ毛も前髪とここが割れないように少し出します。ゴムで結びます。少しほぐしていきます。ゴム紐を使います。ゴムの下からくぐらせて、まず上で一度結びます。で、次に下でクロスさせて、また上でクロスします。何度か繰り返します。ゴムがある程度短くなったら上で蝶々結びしていきます。で、少し下にずらします。最後、紐が長かったらお好みでハサミでカットして完成です。こんな感じで仕上がりました。どんな紐を使ってもどんな色の作り方をしても全然 OK です。バリエーション豊富なので、ぜひ皆さんやってみてください。さよなら。